メイフラワーは1886年の第6回アメリカズカップでイギリスのガラテアを破って優勝したアメリカ合衆国のヨット。スループであるメイフラワーはエドワード・バージェスが設計した2艇目のアメリカズカップ優勝艇であった。ジョージ・ローリーサンが建造して1886年に浸水し、ボストンのチャールズ・ジャクソン・ペインの所有艇となった。全面的に木造であり、 多くと固い松が用いられている。スキッパーはマーティン・ V. ィビー・ストーンであった。メイフラワー・メイフラワーは予選で優勝経験もあったバージェスの設計艇ピューリタンやプリシラ・アトランティックを破り1886年のアメリカズカップに臨んだ。その後、1889年にエフタウンゼント・アンダーヒルがこの艇を買いスクーナーに改造した。 1905年には、レディ・エヴァ・バーカーがこの船を買い、エンジンを据え付けた。彼女は1908年に、かつて、ジャマイカ沖で沈没した、スペインのガレ温泉の財宝を探そうとしていた、冒険が外、ハミルトン・スカルにこの船を対応した。この遠征の最中、メイフラワーは、キューバ沖で、ハリケーンに遭遇して沈没し、乗組員は通りかかった複数の機船に救助された。 ありがとうございます。